出待ちは芸能人やスポーツ選手のファンなどが、その有名人が劇場やテレビラジオの放送局、スタジオ、コンサート会場やライブハウス、競技場などでの公演や競技、練習などを終えて出てくるのを見たり、あるいは声をかけたりすることを意図して施設の出入り口で待機する現象。また、報道関係者が取材対象者が建物から出てくるのを待機する現象も含められる。 反対に仕事先などに入るのを待つことを入り待ちと呼ぶ。多くの場合は対象者に声援や激励を行うために集まる。記念写真を撮ろうとしたりサインをもらおうとしたりするものが多い。野球やサッカーなどのスポーツの場合には不本意な試合結果の責任を問い詰める目的の場合もあり、バリ増減を浴びせるばかりではなく、ちょっとした暴動に至るケースも見受けられる。 そのような行為は、迷惑行為の一種として扱われることが多い。芸能レポーターに限らず報道関係者も、取材の手段として、取材対象者として、芸能人だけに限らず、特定の政治家や事件に関わりのある一般人に、行う。コメディアンや、歌手などの芸能界入りを目指す者が入門、弟子入りを懇願するために、支持を乞いたい対象者が出演している番組の、 収録後を狙って、出待ちを行うこともある。また、宝塚歌劇団の出演者に対しての出待ちに、関しては、単純に建物から出てくるのを見るためだけでなく、公演出演に対しての援を一集団にまとめた、上でかけるなどの、独特の慣例的なセレモニーとなっている。荷物持ちをするファンがその中から選ばれたりもする。外国人タレントなどは、 空港での熱狂的なファンの出迎えの様子を海外ツアーの宣伝や報告として自らのホームページなどで伝えていることもある。ありがとうございます。